ヒートキック62キログラム契約3分3ラウンド安川祐希 VS モンダム・ミラ・サクレック激励賞が届いております。北川祐希との戦い、それからポッシブル K には判定勝ち、クラッシュでは下げ上和樹選手に延長2度のダウンを奪って勝利。タフな戦いも記憶に残る安川、頭にモンコンをつけています。ムエタイの象徴ともいえる一つ、もちろんモンダム・ウィラ・サクレックもそうです。さあ解説はスタートジャパン代表、元プロフェッショナルシュート世界ライト級王者、日置初さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況市川克也がお届けいたします。キックルール3分3ラウンドマッチ、62キロリミットという今回の戦いになりました。安川選手が現在はこのヒートのキックライト級王者、モンダムがどれだけの力、この相手にどんな戦略で見せてくるかっていう一戦になりますよね。そうですね。でも安川選手のセコンドについてる、はい、あのチャオさんも、はい、このムエタイの歴戦の猛者ですから、ムエタイ対策はバッチリなんじゃないでしょうか、はい、そうですね。どんなリズムを用意してくるか、まあ、完全に付き合わない器用じゃないのでなんていう風に語る安川、こうやってローキックで潰してくるのか、ミドルキック肘から壊すか、モンダム、モンダムが赤いトランクス、膝、さらにボディ打ち強い、連発4発5発6発もっとだ、のっけから来ますね、モンダム来ますね、モンダム、まあ相手の様子を見てなんていうことはありません。首捉えて、これはもう1回までワンアタックですね、攻撃一発までです。打ってすぐ右側に回って左のミドルキック、サイドキックもあります。いやサウスポーからモンダムだいぶ力強いですね。そうですね。あここも崩してくる、まあ、それほど情報が多いわけではなくモンダムは、まあ、しかしウィラ・サクレック、ウォンパサー会長を率いるジムの層が分厚い一人ですからね。そうですね。モンダムでもキックボクシングの戦い方にアジャストしようとしている感じがありますよね。これどのあたりから、やっぱり普通ムエタイって見るのが多いのに、はい、3ラウンド用で自分から出てきますし ね、はい、ね、まあ、これはもう気持ちの方もしっかりそこに向けてということが一つ言えるんですね、モンダム。そうですね。ムエタイの選手でやっぱキックボクシングで、ね、はい、アジャストしてくる選手は怖いですよね。もともとやっぱりキャリアが多いんで、はい、技術はありますし、まあ、本当に先輩、ジムの先輩でいうと、うわー、ここも足元払ってくる、まあ、ギリギリの攻め見せてきますね。そうですね。まあ、ゲオ選手であったりゴンナパー選手であったり、はい、まあ、K1 ジャパングループでもアドバイスを受けてるのかもしれないですね、もしかしたら。そして戦闘的、一発一発強いですよね。左フック、モンダム左はガードの隙から、そして膝を打って動く、回る、横蹴りのようにこう出しますよね。そうですね。前蹴りをちょっと横気味にして、よりプッシュを強めるような感じですね、はい、うん、今もステップバック、これやられると嫌ですよね。ミドルキックと前蹴り、左ミドルと右の前蹴りで距離を取られて、はい、中に入ったと思ったら左の膝、はい、それからパンチで合わされるというのを、今もミドルキックの前にちょっとこう足いやらしく出してきましたね。距離を取ると、さあ安川はストレート、とにかく攻撃力前面にという戦い見せられればというのが安川、新チャンピオンです。まあ、強い対人選手との戦い、まあ、2年ぶりの KO で勝ちたいなんていうふうに飾っています、答えています。まあ、KO はここのところちょっとないんですね、安川。とにかくこのパンチで前へ前へ、ヒートの志村道場の特攻隊長と異名を取っています。あっという間に残り時間が10秒になろうとしています。ここまでの攻撃、モンダムのパンチ、蹴り、膝、重み、そして仕掛け、2段蹴り、これで第1ラウンド終了。さあ気になるスタートとなりましたね。いかがでしたか。ね、ちょっとモンダム、キックボクシングのルールにアジャストしてる感じがしますね。やりますね。安川選手は首相撲の距離ぐらいまで冷たいんですよね。で実際のムエタイのスタイルだったらそこの首相撲から崩したりとか肘を打ったりとかするんですけれども、
まあ、今のルールだとその首相撲からの攻撃がダメなので、はい、そこの距離まで行ってパンチをもう小さくでもいいのでまとめるっていう戦い方をしたいですよね、はい、まあ、短いパンチでどれだけ詰めることができるか。それに対してモンダム、水はセコンド、あ、一旦断ったんですが、ちょっと位置が違ったということでしょうかね。口元にしてくれなんていうふうに、ウォンパサー会長に指示も出しています。62キロリミット、3ラウンドしかありません。面構えもいいですよね、モンダム。そうですね、ラウンド2、第2ラウンド中盤戦です。ミドルキック、ムエタイのまず基本、そこからのモンダム。安川はここはなんとか肘でブロックしています。もう左膝嫌ですね。嫌ですね。うわ、力がある。あれ打たれるとパンチがまとめづらくなっちゃいますからね。そうですか。だいぶ警戒もするようになりますよね。そうですね、はい、またモンダムがよく動いてミドルキック連発。パンチもこれガードしっかりモンダムがしています。本当にでもヒートにもよくこうやっていろいろな対人ファイターやってまいりますが、そうですね、楽しみではあるんですが、我々見ている方は戦う日本人ファイター大変ですよね。大変ですね、安川どうするか。細かくパンチというのは日置さんの口から聞こえましたけれども、戦略一つ。やっぱりでも細かくパンチを打つ距離になると、はい、うまくクリンチされて、この首相撲ですね。嫌ですね、はい、ここからの攻撃はダメなんですけども、肘を打ったりとかできない分、はい、ちょブレイクを待ったりとか、はい、老解ですね。そうですね、ガードも硬い。ここですね、ここで安川選手行きたいですね。でもまたモンダムが何かこう体全体包み込んでしまうようになりますね。そうですね、パンチを殺してますね。もう対人ファイターにあれやられると本当に動けないんですよね。ですね。ストップ、ストップ、ストップ。ストップの声。もう組まれる瞬間に打ちたいですよね。タイムストップ。まあ、これ口頭注意。そうですね。ありますね。まあ、度重なって注意あります。こういうことがあってまたモンダムも試合の中でさらにこうアジャストしてくるんじゃないかなって気さえしてしまいます。そうですね、ここでモンダムがやりづらくなるのか、はい、うわ、足を払う。これももう複数回数ありますもんね。安川は語りました、自分器用な方ではないと。飛び膝、2段構え。モンダムは組んでからの膝を注意されたんで、はい、あの天下をって言って組まない膝に切り替えてきましたね。カウンター気味、前蹴り、これも強い。顎のあたり打ち抜いている。安川の左は空を切る。チャンピオンになっての初戦。まあ本当に精神面も含めてそういう状況での戦いっていうのも難しいというふうによく伺います。まあ、MMA で王者になっての初戦というのは何度も日置さんも経験されてますよね。そうですね、まあ、メンタル的に安川選手それで気負ってるとかはないと思うんですけども、はい、やっぱりでも技術的にペースが取り切れてないですからね。このローブロー一つありました。まあ、来いよというふうに動き見せましたね、モンダム。左で止める、距離で測る、この左腕で測る。いいですね、今のやってたことをどんどんやりたいですね、はい、安川選手としては。突っ込んでくる、左ミドルキック、さらにミドルキックへ、モンダム前蹴り、右ローブロー、残り3秒というところか。タイムストップとなっています。まあ、近くなってきてもつれますもんね、どうしても。まあこれはしかし、まあ、サウスポーだと入りやすいんですけどね、逆の構えになってると。そうですよね、はい、モンダム苦しい。あ、今セコンドの声、無理にローは狙わなくてもいい、聞こえてきました。あ、まあ、をこれ顔をしかめてのモンダムです。風穴見えたか、安川どうだ。モンダム選手の回復を待ってください。回復待ちますね、もう少し時間を取ります。改めてご紹介しますと、モンダムは25歳、68戦して47勝。まあ、本当に日本にやってきた対人ファイター多くは、まあ、タイでキャリア積んで
そして30代になってきてこう教えながらなんていう選手も多いですけれどもね、まあ、彼は今25歳20代中盤の、ま、若いですもん ねファイターです。それに対して25歳、安川の方はこれ現時点で年上です。ここまで13戦して8勝、ここで第2ラウンド終了。いやちょっとこうアピールもありましたモンダムです。もしかしたらそういう年齢的なところも他のタイ人と違うところなのかもしれないですね。そうですよね。ちょっとウィラポンに似てません？ああそうかもしれないですね。ウィラポンはあのムエタイからボクシングですよね、はいはい、世界王者に輝きましたけれども、まあ、日本での戦いもあったウィラポンさんにちょっと似てるかなっていう横顔です。モンダム戦い2ラウンドいかがでしたか？そうですね、やっぱりでもモンダム選手のうまさが光ったかなっていう感じと、近づいてパンチまとめたいんですけど、安川選手がそれをやろうとしている時にモンダム選手の変化は膝ですね、膝が来てしまうんで、はい、ちょっとやりづらそうですね安川選手は。ですか、確かにそう考えるとモンダムは防御一辺倒にはならずに攻撃で返してるんですね。そうですね、こういうタイプにはさらに次なる引き出しあるかどうか。最終ラウンドです。ヒートキックライト級王者、ここまで苦しんでいます安川祐希。安川選手先に出したいですね、まず行きたい、攻撃で止めたいモンダム、ウィラサクレックを。ですがモンダムはこういうところも硬い、先に左の蹴りを出されてしまうと、うわ、いなす、身のこなし軽いですね、闘牛士のようです。右ストレート安川、でもすぐに返すボディへの蹴り。3ラウンドはオーソドックスも使ってますね。ですね、今そうです、こうして絡みつく、こかせる、老快ですね、嫌ですね、強いですねモンダム選手。そして突き放す前蹴り、高いところ、安川は膝、この一連のモンダムの攻撃どうですか、ちょっと見えていないところあるんですか？タイミングがモンダム選手に掴まれちゃってるので、安川選手も待ってると先に左蹴られてしまって、はい、でパンチ打ちたい距離までくっつこうとすると、やっぱクリンチされるか、はい、天下を合わされるかなんで、うわこれだ、これそうですね、これも安川選手の時間になかなかならないんで、先に出したいですね。まあこれ掴んでる攻撃ですからね、まあ口頭注意もあるんですけれども、なんとも巧みにいろいろ今もここで出したいですね、ここで出したいですね、来る、でも膝、モンダムは膝を返していきます。ファイトの声、残り半分、右への動き、左ミドルキック、ここはサウスポーの構え、モンダムです。まあ、25歳ですが、まあ、そんな老快さというのも数多く見せています。まあ、ムエタイで前蹴り、ムエタイでのいいところ、テクニック、まあ、ケージの中で見せてっていう場面もたくさんありますね、はい、最終ラウンドです、あと1分しかありません。残り試合時間1分、安川どうですか、光は見えますか？もうでも行くしかないですからね、もう肉を切らせて骨を断つじゃないですけども、はい、多少食らってしまってもですね、そうですね、もう食らっても先に出すしかないですね、でも今の蹴りなどで距離を取られますから、なかなか前進がこう1秒2秒遅れるんですよね。そうですね、展開を作る、これも前蹴りから右斜め前にモンダム、ボディ打ちからの安川、さあチャンピオン安川正念場、さらに道は狭まってきます。うわー当てたー、パンチ、モンダム悶絶、飛び込んで安川の攻撃、おおすごいですね、大逆転ですね、これは、すごいですね、これはすごい、やったと右にアッパーの構え見せました安川祐希。3ラウンド2分52秒ナックアウトによりまして最終ラウンド2分52秒です。すごいですね、あと8秒、うわーこれちょっと見ている我々の角度からは少し確認しづらかったんですかね、少し見づらかったですけども、2分52秒ナックアウトによりまして赤ゴーナックアウト残り8秒、
いやー、ヒートチャンピオン安川祐希、とんでもない窮地まで落とし込まれていたんですがね。最後の攻撃はちょっとこれ角度から言うとボディ打ち、ボディへの膝、左膝ですかね。こうステップ見せながら前進していったところだったんですよね。お見事です、腹への攻め。さあマイクです。おっ、島田道場安川です。今日は応援ありがとうございます。いや、2年ぶりの KO で正直戸惑ってます。めっちゃ嬉しいです。まあ、母の日も近いし、妹の誕生日も近いし、前のお世話になってた会社の仕事の誕生日も近いんで、まあちょっといいところ見せれてすごい良かったです。ありがとうございます。まあいつもいつもお母さんに感謝の言葉を言っているんですけど、まあ、僕あの不器用で、あの形にはなかなか感情に表現できないんですけど、本当に感謝してもしきれないぐらいお母さんにはすごい感謝してます。本当にいつもありがとう、産んでくれてありがとう。愛してます。おっす、ありがとうございました。見事な勝利、安川祐希選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。いつも通りということになりますけれども、お母さん嬉しいでしょうね。そうですね、最高の母の日のプレゼントじゃないでしょうか。ですよね、はい、うわ。そして2年ぶりの KO で勝ちたいというふうにも語っていたんですが、いやヒヤヒヤしましたが、最高のボディ打ち、打ち抜いたチャンピオン安川祐希。